父と子と聖霊との御名によりてアーメン。愛する兄弟姉妹の皆様、今日は2022年6月12日、三位一体の主日です。三位一体こそが誠の天主、誠の創造主、作り主です。この三位一体の神秘の中に深く入って、そしてこれを味わう、全能の天主を信じ礼拝する、そのためには知恵の霊が、情緒の霊が必要です。そのためにも私たちは情緒へとたどり着く主の敬意の神秘を、の聖霊の賜物の神秘を一緒に黙想いたしましょう。今日は3つのことを黙想することを提案します。1つは主の敬意。主を敬意するのは、恐れ敬うのは情緒の始まり、知恵の始まりであるということ。そして第2には聖霊の賜物としての主への敬意、主を恐れ敬うこと。また最後には主の敬意は、恐れ敬うことは天国で完成させられるということを目指して、最後に宣伝の決心を取りましょう。1、主を敬意するのは情緒の始まり。7つの聖霊の賜物のうち、最高の賜物は情緒の賜物です。情緒の賜物を最高度に受けるために、最初に必要な賜物は主への敬意です。そのことについて聖トマス・アクイナスは、なぜそうなのかということをこのように説明しています。情緒、知恵というのは究極の原因を知ることにあります。なぜかというと、根源的な、最も究極的な原因にたどり着くことによって、その他の原因について、その他の事について最も確かな判断をすることができるようになるからです。ところで、最も深い原因というのを端的に言うと、それはつまり天主です。ですから究極の情緒というのは、天主のことについて知ることにあります。天主の規律に従って全てを判断することができる人が、まさに情緒の人であって、知恵のある人だと言われます。ところで、私たちが地上で生きているためには、ついに究極の目的である天主の窓にたどり着き、そして天主の持っている永遠の至福を味わうために生きています。この天主の幸せを得るために、この地上に生まれてきました。私たちが天主の本性に預かる、参与するということができるために、特に天主から成長、天主の恩恵みが与えられます。ですから、私たちが今この地上で生きていることにおいて、情緒というのは、知恵というのは、ただ理論的に天主の真理を知る、これを味わうというのみならず、天主へとたどり着くことができるように、私たちの行動、行為を導いてくれるものであります。つまり、全てのことにおいて人間が天主によって統治されるということは、情緒に属することです。知恵に属することです。なぜならば、天主の掟、天主の規律、天主の法によって、私たちの人間の行いが全て規定されるということであるからです。ですから、単に天主のことを深く知るというのみならず、行動さえも規定するということが情緒に含まれています。ですから、この情緒の知恵の本質ということ、情緒というものが何であるか、知恵というものが何であるかということを考えると、最初の原理は信仰だと言えます。なぜかというと、信仰の真理によって天主にたどり着くことができるからです。しかし、情緒がもたらす効果のことを考えると、どのような結果が私たちにもたらされるかということを考えると、それは私たちに恐れをもたらします。なぜかというと、まず奴隷のような恐れについて言えば、罪を受けることを私たちをして恐れさせて、そして外部から、罪ということから、私たちが自然に人間が天主へと向かう、そして情緒へと向かうようにさせてくれるからです。しかし、愛によって動かされる子供のような恐れについて言えば、天主を悲しませることを恐れるということですから、自分を天主に従わせて、そして天主の掟に従って生活をさせるようにさせます、愛によって。ですから、天主への敬意が情緒の始まり、天主を恐れ、愛して天主を愛し、天主を悲しませることを恐れるということこそが情緒の始まりだと言えます。聖トマス・アクイナスはこんな例を立てています。大きな建物、
城池という建物を建てる始まりまでは基礎を作ることであって、その基礎土台というのが まさに天主を恐れ敬うこと、天主への主への敬意であるというのと似ていると。聖書にはこうあります。知恵の書にはこうあります。知恵の根は、つまり城池の根は主を恐れることである。その葉は、葉っぱは長寿である。ですから主を恐れるということは、天主の城池によって規律された人生に対してちょうど根っこが木に対するのと似ていると言われています。では次に、聖霊の賜物としての主への敬意、主を恐れ敬うということについて考えてみます。恐れというものはいろいろあります。それについて考察します。ルチフェルは悪魔の頭として傲慢によって罪を犯しました。そして地獄に落とされました。人祖アダムとエヴァも傲慢によって罪を犯しました。天主によらず、天主の定めたやり方によらずに、天主なしに自分のやり方によって天主に逆らって天主のようになることができると思い上がったからです。傲慢のために私たちは天主に抵抗したり逆らったりしてしまいます。つまり傲慢のために自分自身が究極の目的であるかのように錯覚してしまいます。知恵の書にはこうあります。引用します。人間の傲慢の始まりは天主から離れ落ちることであると。つまり傲慢は天主に対する従順を拒むことです。ところで聖霊は私たちが自分の分際を超えずに謙遜にとどまるように、自分のあるべき地位にとどまるように主への敬意を、主を恐れ敬うことを与えという賜物を与えてくださいます。いわば敬意の賜物は傲慢というものへの元栓を締めてしまって傲慢にならないように助けてくれます。つまり敬意というのは、主を恐れるということは謙遜の最も根源にあります。確かに謙遜と主を恐れることは同じではありませんけども、謙遜の元にあるのが主への恐れです。なぜかというと、天主の御意の素晴らしさ、天主がありてあるものであること、始めもなく終わりもなく、目に見えるものと目に見えないもの全てをお作りになった全能のお方であること、無限に聖なる方であること、そしてこのような最善の最高の天主の御前では私たちは無に等しいこと、弱々しい存在であることを主への恐れ、聖霊はの賜物は私たちに垣間見せてくれるからです。そのような天主の前で、そのような天主を失わないように私たちにさせてくれるからです。聖パウロも言っています。引用します。恐れおののいて自分の救いを全うせよと。ですから聖トマス・アクイナスは恐れについては3種のものを挙げています。いろいろなものがあるけれども、3つを挙げています。一つは人間の目を恐れるとか、人の噂を恐れるとか、このような人のを恐れる、人間を恐れるという恐れです。これは天主からの賜物ではありません。なぜかというと、ペトロも人を恐れてキリストを否んだからです。私はこの人を知らないと。イエス様はこう言われます。体を殺せても霊魂を殺せないものを恐れることはない、むしろ体と霊魂とゲヘンナで滅ぼされる方を恐れよと。では霊魂、体と霊魂をゲヘンナで滅ぼされる方を恐れる、これは奴隷のような恐れと言われています。つまり天主からの罰を恐れているものです。これは自分が受ける悪を恐れるということです。しかしこれは聖霊の賜物ではありません。なぜかというと、確かに聖なる恐れではありますけれども、聖霊の賜物ということはできません。なぜかというと、まだそこには罪を犯す意思がある、共存するということもあり得るからです。聖霊の賜物としての主への敬意、主を恐れるということは奴隷のような恐れではありません。罰を恐れる恐れではありません。そうではなくて、子供のような、親を愛する子供のような恐れです。つまり愛が出発点になっていて、罪によって愛すべき天主を悲しませたり、愛すべき天主から離れたりしなることがしまったりすることがないように、そのようなことを恐れるのです。天主を愛するがゆえに、
天主の御つを敬うがようにありてあるもの全能の愛すべき天主あまりにも聖なるであるお方を天主を愛するがように愛するお方であるがように被造物を被造物してとしてある場所に留めておくこれこそが主への敬意であって聖霊の賜物としての主のへの恐れなんです。これを踏まえて聖パウロはこう言っています。引用します。自分の肉体と精神とのすべての汚れを清め天主を恐れつつ聖聖の技を成し遂げようと引用を終わります。聖パウロでさえ第三の天国にまで挙げられて天主の秘密をあからさめに知らされた聖パウロでさえも生きている間は天主に罪を犯すことによって主の寵愛聖聖のを失うという恐れがあったからです。聖パウロはこうも言っています。引用します。私は自分の体を苦しめてこれを奴隷にする。それは他人に述べ伝えながら自分は除名されることのないためである。と主への敬意というのは私たちがたとえ罪を許されてとしても痛快の心を持ち続けるように助けてくれます。そして自分が許された罪人であるということをその乗りを超えないようにさせてくれます。主の憐れみによって全てをいただいた身分であるということをいつも自覚させてくれます。私たちが救われているのはまだ希望においてです。救われるという希望に生きているのです。そしてこの救いが確実になるのはこの地上の命が終わった時に過ぎません。パウロはこう言っています。引用します。誠に私たちが救われたのは希望においてである。とですから私たちの救いが確実になるその死の時まで主のへの恐れをにおいて生きるべきである。と主への恐れは罪を犯して天使からの助けを受けなくなってしまうということを恐れさせて希望の徳と一緒になって希望の徳と恐れとは主への恐れは互いにお互いを完成させていきます。では今日は最後に主への敬意は主への恐れは天国で完成させられるということについても黙想しましょう。罰を恐れる奴隷のような恐れというのは天国では一切全くなくなってしまいます。なぜかというともう罰を恐れることはないからです。しかし子供のような恐れ愛が私たちをして天使を恐れさせるというものは天国では完成させれます。なぜかというと愛徳が増加するにつれてますますそれは完成を見るからです。希望というのは私たちが得ることができるという善を将来持つであろうとそれを希望することです。それと似たようなものがその反対に恐れがあります。恐れというのは何を恐れるということと将来起こりうる悪を恐れます。希望というのは善将来受ける善へと向かっていくことであれば恐れというのは将来起きるかもしれない悪から遠ざかろうとする動きであるからです。ところで私たちが受けるべき物事の善というのは自分のあるべき地位や秩序にとどまることです。それの反対に物事の悪というのはあるべき地位や秩序にずれてしまったりこれを失ってしまったりこれを捨て去ったりしまっていることが悪です。例えば王様が王の地位にとどまってそしてあるべき権威を保ちそして臣民たちから敬意をと従順を受けるということはこれは良き善です。良いことです。良い秩序です。しかし王である人がその身分から落ちてしまってあるべき振る舞いを行わさないことによって国民からの愛や尊敬を失ってしまったとしたらこれは恐れるべき悪となってしまいます。ところで理性的な被造物である私たち人間があるべき地位あるべき秩序というのは天主のすぐ下にとどまってそして全てのその他の被造物の上に立っていることです。そしてこの被造物目に見える全ての被造物を理性ある被造物が支配すること天主の御旨に従って支配することこれこそが善の秩序です。あるべき秩序です。ところでもしもこの理性的な被造物が過当な被造物に従属してしまったり愛すべき天主を愛する代わりに過当なものを天主のように愛してしまったりあるいは
自分よりも上位にある天使に逆らったり、あるいは軽蔑したり、従属して従属しないということは、これは悪となります。あるべき秩序ではないからです。ところでこのような悪があることを私たちは恐れます。この地上で生きている間はそのような悪が起こってしまう可能性があるからです。なぜかというと、私たちの意思がまだ悪を選んでしまう可能性が残っているからです。しかし天国では栄光のうちに完成させられるので、意思が善に固められるので、天主に従属しない、あるいは被造物を天主のように愛してしまう、全てに超えて被造物を愛してしまうなどということは事実上不可能になります。ですから聖グレゴリオは、主への敬意という主を恐れるということは、むしろ天主の素晴らしさ、天主の秘密のそのあまりにも聖であることが人間の知性の把握をはるかに超えるということを、超えること方であるということによって感嘆すること、おののきであるという意味であると説明しています。主を恐れるということは、被造物が天主から無限に羽立っていること、これから始まるから、私たちの中に起こるその震え、おののき、そしてそのような恐れ、天使を失ってしまうではないのではないかという恐れを暗黙のうちに意味しています。しかしこの無限の隔たり、天使と私たち被造物の無限の隔たりというのは天国においても残るので、畏敬もある意味で残ります。聖アウグスティヌスによると、天国においては主への恐れというのは、将来起こりうる天使を失ってしまうという悪を恐れるのではなくて、むしろ私たちが失うことができない善をもっとしっかりつかむ恐れであると説明しています。私たちがすでに獲得した善というものを変わらない愛で疑いもなく愛するという時、その愛から私たちは悪を避けることになるからです。あるいは聖アウグスティヌスによれば、主への恐れが私たちに、が導いてくださるところが永遠なので、主への恐れは常しえであるのかもしれないとも言っています。詩編にはまさにこうあります。引用します。主への敬意は聖であり優にとどまると。では最後に宣前の決心をいたしましょう。私たちは三位一体の神秘の中に深く入り、主をその三位一体の神秘のその素晴らしさをおののきを持って、そして感嘆を持って深く礼拝いたしましょう。無限の三つの三位一体、これを私たち無のような私たちが知ることができ、それが礼拝できるということを賛美いたしましょう。そしてこの主の定められた秩序にいつもとどまることができるように、主への恐れ、主への敬意を賜物をいただくようにお祈りいたしましょう。もしもそうしないとしたら、もしも人間が天使から独立して しようなどと試みるならば、天使の愛から離れて天使の愛の掟を捨て去ってしまおうとするならば、もしも天使を天使として人間が恐れないとしたらば、それはかえって人間が自由を失い、人間がその尊厳を失い、そして人間がますます下等になってしまうことに他なりません。天使の規律に従って天使のもとに従う代わりに、おそらく人間は例えば人工知能 AI と呼ばれるようなコンピューターが人間を24時間監視して、一体何を食べたか何をしたか全て監視して支配して、そして人間を所有するようになってしまう恐れがあります。今第4次産業革命と呼ばれるものを計画しようとしている少数のスーパーエリートたちがいます。このような人たちは人間の命をハッキングして、人間を遺伝子から改造しようとしている計画を立てています。そのことを皆に発表しています。天主の創造主の領域にまで入り込もうとしています。そうすることによって全人類を支配しようと言っています。天主から逃れる、天主の三位一体のその愛の秩序から逃れようとすればするほど、私たちはまさに奴隷となって全てを失ってしまう危険があります。私たちはこれを恐れましょう。天主を失うことを恐れましょう。最後に聖霊の上輩であるマリア様にお祈りいたしましょう。マリア様の御取り次ぎによって、私たちが聖霊の七つの賜物、特に主への敬意、恐れを私たちが受けることができますようにお祈りいたしましょう。父と
こと、聖霊との御名によりてアーメン。